私の名前は平保つ。保険の営業マンをしております。保険といっても生命保険や火災保険の類ではございません。私の売る保険は時刻保険。時刻行きになった罪深き方々のための保険をご案内するのが仕事でございます。いや、実のところ最近は時刻も飽和状態で、やたらめったら来られたくないのが本音です。それでも運悪く時刻行きになった時はご安心ください。地獄保険があなたの快適な地獄ライフをサポートいたします。第1話勧誘。はい、こんばんは。いや、はじめまして。保険をご紹介に参りました。保険屋さん、こんな夜遅くに。気持ち悪い。あの、間に合ってるからいいわ。おっと、ドアを閉めないで。話だけでも聞きませんか。何ですか。保険は保険でも、私がご案内するのは地獄保険。地獄保険。地獄は何もわからないでいくと大変なご苦労しますよ。話ぐらい聞かないとあなたは多分後悔することになる。そうなの。怖い。地獄のってどんな保険なの。そう、例えば地獄の血の池。血の池、あれはつらい。煮えたぎる血の池に落とされるんですから。でも保険に入れば安心。血の池担保特約がございます。血の池担保特約。木桶が貸し出されます。木桶。お客様一人が乗れる木の桶です。さらに血の池上級担保特約にご加入いただきますと、上空からヘリコプターで救出いたします。ヘリコプターで救出。そんなことが。他にはどんなものがあるんですか。針の山担保特約なんていう。針の山。針の山は想像以上に辛い。何しろものすごく痛いんです。保険に入っていると。下駄が貸し出されます。下駄。下駄で歩くので針の山も余裕で突破できるのです。そんなことは本当にあるのかしら。私が現れてから地獄の風を感じませんか。地獄、確かに。でも結局一度地獄に行ったら出られないんでしょ。ところがそうでもない。例えば身代わり総合保険というものがございまして。身代わり。はい、お客様に代わって身代わりが地獄へ行ってくれるという便利な保険です。そんなことができるの。それは画期的ね。そんな有利な保険じゃ保険料お高いんでしょ。私じゃ払えないわ、きっと。いいえ、お金はいただいておりません。その代わり。その代わり。お客様の魂をいただきます。いえ、一気にではございません。保険料に応じて少しずつ。魂、少しずつ魂を取られていくって、そうするとどうなってしまうの。実はそれほど大層なことではないんです。人間は放っておくと輪廻を繰り返します。もしかしたら辛い人生を何度も何度も繰り返すことになります。永久にです。そんな輪廻から解放されるだけです。あなたは来世でも人間を続けたいですか。